この映像が見られてるってことは自分の身に何か起きたってことだ。あんたには自分の意思を継いであるゲームをプレイしてもらいたい。ゲームの内容は宝探しだ。クリアしたら超超超豪華なお宝が待ってる。あんたにクリアできるかな。健闘を祈る。念のために言っとくけど、嘘じゃないからな。テレビくん、ハイパーバトル DVD、 仮面ライダーエグゼイド、裏技、仮面ライダーレーザー。クリアしたら超超超豪華なお宝が待ってる。何ですかこれ。あんたにクリアできるかな。監察医のパソコンに残されていた。検討員の。それと一緒に宝探しゲームのデータもね。念のために言っとくけど、キリアさん、嘘じゃない。何のためにこんなものを。練習は下がってろ。そのゲームは俺がやる。ヒーローが何食べたの。今の俺は冴え渡っている。よし、パピプペポチッとな。よう、よく来たな。さ、これを使え。一体何を企んでいたんだ、観察よ。あんたにお宝が見つけられるかな。お、早速来たぜ。ブルン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 、風になるぜ。望むところだ。ダブルクイズ術式レベル変身。レーザーに見えるけどナビキャラってことかな。さあ、でもこのゲームには絶対何かあるはずです。気をつけろ。何してくるか分かんないぞ。俺に切れないものはない。ゲームオーバー。何、なぜ失敗したんだ。確かに今モンタス切ったのに。はあ、ゲームのお約束を分かってないんだから。なんだと。僕に任せてください。気をつけろ。何してくるか分かんないぞ。はいはい。でおら、うん、 RPG の基本は情報収集っと。変なプルンプルンプルン。話すだと。いや、なんか情報教えてくれよ。仮面ライダーは俺たちバグスターの敵だ。え、でもそうだけど、ゲームだしこれ。教えるわけねえだろ。さっさと帰れ。お前が、ららら、お前が、どうすんの。お前が、あ、こんな時は。どうすんね。逃げまーす。俺から逃げられるとは思うなよ。あっ、キューバイクない。あっ、ブン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 。どこだ。どこ行った。お前、はい、
なあなあ、お宝ってどこにあるんだっけ。なんでお前忘れちまったのか。ごめんごめん。いいか、うん、お宝ならこの森を抜けて山を越えた先の大いなる扉の中にある。おそうだったそうだった、うん、ありがとうな。仮面ライダーには言うなよ。早く早く。ここにお宝が。ああ。さあ、これでゲームクリアだ。ゲーム。ああ、ちょっと待って。おい。なんでゲーム？乗せられちゃった？名人。え？お宝見つけたと思ったらゲーム？わけがわからない。だがこれではっきりした。俺たちはまた観察用得意の二枚舌に乗せられていたということだ。でもキリアさんの嘘には必ず理由がありました。 M ナビキャラだと思ってたレーザーが最後に僕を名人って呼んだんです。もしかしたら僕、もう一度だけ行って確かめてきます。パピプペポチッとな。よう、よく来たな。さ、これを使え。最初からやり直し？いや、あの扉までの選択は間違っていないはずだ。よし。あ、え、あ、あれ、おい、何してんだよ。キリアさんが目的を教えてくれなきゃ。扉は開けません。その頑固なとこM らしいぜ。このゲームはゲームコーポレーションが開発してた究極のゲームとやらのプロトタイプだ。究極のゲームって？自分はその中に侵入した。そこにはダンクロトが隠し持ってる危険なガジェットのデータが保存されてるはずだ。それがお宝の正体。じゃああのゲームはセキュリティープログラムってことか。そういうこと。さ、もういいだろ。扉開けてくれ。じゃあ約束してください。今度は一緒に戦うって。 M、 さっきは一人でゲームと戦ってたんですよね。でもセキュリティを突破できなかった。何もかもお見通しか。さすが。だから今度は一緒に行きましょう。おう、自信満々って感じだな。だってキリアさんと二人ですから。よっしゃ、久しぶりに。コンビ復活です。
いぞ。飛ばすぜ、エム。オッケー。ノリノリで。今度こそレーザーを守る。エム。バックスのバイク。変身。バックやったな、エム。楽しいツーリングだったぜ。ああ、俺たちはいつまでもコンビだ。ういういういちょっとはい。え、ちょ、あ、ちょ、あ、あ、あ、じゃあ、ガーシャットはもらってくから。ちょ、いつの間に。俺は宝探しゲームだって言ったろ。お宝ゲットは全部持っていくなよ。すごい、エム、さすがだね。いや、結局クリアしたのはキリアさんの方ですから。しかしあの観察員、プログラムとは思えない動きだった。
M の中のキリアのイメージがバグスターウイルスと結びついて生み出されたのかもね。いや、僕は信じてます。本当のキリアさんが僕に会いに来てくれたんだって。そうだね。そんなことあるか。もうなんでそういうこと言うの。理論じゃありえん。キリア会いに来てくれたんだもんね。そうですよ。でも元気そうでよかったよ、キリア。ありえないと言ってるだろ。なんでそういうこと言うのってば。信じてくださいよ。そろそろ乗り頃だな。